支笏湖方面から洞爺湖に通じる国道453号線沿いにある大滝区の共同浴場ふるさとの湯をご紹介します。この浴場なんと無料なんです。施設の外観は鉄筋コンクリート造りで20台ほど止められる広い駐車場も完備されています。すぐ隣にはふるさと館という野菜などの即売所があって、わかりやすい場所にあります。10月上旬から中旬にかけて紅葉の時期を迎えます。ここで一息つくのも良いですね。営業時間は13時から21時までで、毎週火曜日が定休日です。地元の方以外の人も利用することができます。シャンプーやソープ類は置いていないので、入浴セットを持参する必要がありますね。外履きはこの下駄箱に入れます。入浴する前に簡単な記帳を済ませます。市外または市内、時間の項目にチェックを入れるだけです。無料とは思えないしっかりした設備で、とても綺麗にされています。湯本ホロホロ山荘に行く前にこちらに立ち寄りました。テレビがある畳敷きの休憩室もあります。温泉施設が無料で毎日入れるなんて、地元の方が羨ましいですね。ここの他にも大滝には無料の共同温泉浴場があります。後でちらっとご紹介しますね。ここふるさとの湯はアルカリ性単純温泉です。無色透明で肌に優しい柔らかいお湯が特徴です。それではお湯をいただきます。入浴されている方がいましたので、浴場内の画像を撮ることができませんでした。代わりに三階滝の映像をご覧ください。浴場に入ると洗い場が5つあります。シャワーもついています。湯船は2つで、湯温43度の表記と40度の湯船があります。43度の湯船は3人が余裕で入れるほどの大きさで、体感温度は41度くらいで、柔らかいお湯がいい感じでした。ありがとうございます。もう一軒の温泉共同浴場は、ふるさとの湯から北湯沢温泉郷に向かい、ホロホロ山荘の手前の道を右折すると左手にあります。営業時間は13時から21時まで、定休日は月曜日、料金は無料です。浴場の入り口はこちらになります。訪問した日は定休日でしたので、中に入ることはできませんでした。以上2軒の伊達市大滝区にあります無料で利用できる温泉共同浴場をご紹介いたしました。地元の方の負担にならないように利用したいですね。北海道の紅葉情報のリンクを説明欄に記載しましたので、よかったらご活用ください。ご視聴ありがとうございました。